というわけで本日は1月の3日創価大学のプロ野球選手の自主トレに合流って。ちなみにさっき後輩が、後ろでタコを上げてましたあ、もうそれはね、それも自主トレ。やっぱ基本的にはやっぱタコ上げも自主トレ、しっかりとやっぱさまざまな選手がやっぱ東京ヤクルト側、やっちゃん、紅白も活躍した周太君もういよいよ期待がかかる田中正義、阪神2年目の鈴木君に、巨人今年入団した門脇君、もろもろ含め、大勢のスーパーだ、プロ野球選手がやってるからね。本当に毎年勝手にやってますけど本当にいいね。創価大学のグラウンドは本当最高です。綺麗です。やっぱりこの日多くのプロ野球選手がいる中で、私徳さんは一人の後輩が気になっていました。野球人のコミュニケーション、キャッチボールにその後輩を誘ってみました。おー、ナイスボール。全然投げれるね。さっきキャッチボールしたんでちょっと。あ、そうか、はい。やっぱ大学のグラウンドはその後輩の名前は元北海道日本ハムファイターズ望月大輝、弱冠24歳。市立船橋高校から創価大学へと進み、2019年にドラフト5位でプロ野球の世界へ。140キロ台後半の角度あるストレートを軸に、3年目となる昨年一軍に9試合に登板、9イニングを8奪三振を奪うなど活躍し、飛躍の4年目となるはずだったが、彼は引退をしました。大学のボールです。これからを期待されたまだ若い彼に一体何が起きたのか。今後は中学生指導とプロ野球選手のサポートをする予定と話す望月。そこに至った生々しい話を赤裸々に語ってくれました。で区切りつけて新しい人生にという。まあそうですね。まあでもね、先輩としては応援しますよ。もちろん。改めてプロ野球どうだった？入って大卒だもんね。あの世界入れてよかったです。短い間だったですけど。どんなところに感じる？活躍する人はいっぱい練習するっすね。差がすごいですやっぱり。2軍と1軍なんかいろいろ飲み歩いてるとかなんか言われますけど、全然やることも、もうやることはめちゃくちゃちゃんとやって、すごいですねやっぱり。だから、まあ、だから俺はこうなったんだなみたいな感じるっす。でも自分的にはめちゃくちゃやったわけでしょ。自分はもうすごいやってたっす。自分は別に練習嫌いじゃなかった、その経験を全くなくしたくなかったんで。なるほどね、なるほどなるほど。そうか。だから一回考えたんですけど、それ以外も野球も全くなくして、不動産、それこそ不動産とかも話もらったんですけど、でなんかそのせっかくここまでプロとかまでやったのに、なんかそういうのなんか捨てんのはなみたいな、せっかくなら経歴使いたいなみたいな、そうだよね誰でもなれるもんじゃないからね。そうそう、軟式上がりの中学校3年生教えるんですよ。公式に移行していくような公式。自分もそのあれだったんで、中学校も軟式で。そうかそうか。それを教えられたらいいなと思います。生まれるの早かったって思うもん。YouTube やってきてもういつも思う。今こうやって話聞いてるじゃん、めちゃくちゃ貴重じゃない。まあ成功した人の話もあるし、その志半ばでやっぱ引退とかさ、違う道進まれた人もいるし、もういろんな人の話聞くけど、やっぱそういう話をやっぱ小学校中学校とかの時聞いておくことがどれだけ重要かっていうのをすごくこう感じるというか。本当に今思うとマジ勉強すればよかったね。本当に思うと、こういうのはやっぱり自分たちもそうだったんですけど、信じないじゃないですか。そう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 。とその時はね。その時は。どうしてもやっぱりこういう時になって、うわ勉強ってやっぱりいいんだなみたいな。そういうなんか伝え方もあるじゃないですか。そういうのを考えたらなんか興味が出てきて、そういう教える方に。なるほどね。
野球人生はいつか終わる、これからの子供たちに栄光と挫折の経験を語っていきたいんですと力強く望月は語っていました。野球やってもまだ若いしやり直しから野球やってもいいんじゃないと言われたんですけど、これがやりたいこと見つかってなかったらまた話は別かもしれないですけど、そうか、やりたいことをちゃんと見つかった中でのこの選択だったので、あんまり後悔はしてないですよ。そして最後にプロになる上で最も大切なことを話してくれました。すごいね、夢のある世界ですけど、うん、お金稼ぐって大変だなと思ったっす。深いね。そうだよね、仕事だもんね。夢のある世界だけどやっぱりお金を稼ぐプラスプレッシャー、うん、やっぱりファンからのいろいろあるじゃないですか、うん、そういうのが思いがねガーッとくるからね。どっちが正解なのかと思うんですけど、そうだね。まもなくキャンプイン、新しいスタートを切るルーキーも多いでしょう。全員が成功とは言えない厳しい世界、しかし一人でも多くの若手選手が活躍することを特産 TV は祈ってます。最後にこの日私もプロの選手に混じって初ノックを受けて野球生活を指導しました。やっぱり母校のグラウンドでノックを受けて始まるっていうのはなんかいいですよね。少しノックを、年末から年始にかけて、休んでいたので、動きやっぱちょっとね無駄多いですね。それだけやっぱり、守備は繊細な動きが多いということでしょう。これからしっかりと調整していきます。今年も頑張ります。